今小学校の教員をしています。家族のまず信用を取らなきゃなと思ってます。それは信用してないわよとか、あなたできないわよと言われたわけでもない。無理でしょうと言われました。言われてる前提をすっ飛ばしてこれまでの人生生きてきたわけ。人生が変わる4文字になる可能性があるわけ。なんで伝えてこなかったんだろうな。森山です。森山さん、はい、はい、今小学校の教員をしています。今の現状をちょっとお伝えして、どんなことができるか考えていけたらなと思います。忙しかったりしますか？忙しいっちゃ忙しいのかもしれないですけど、だいぶ逃げ回ってプライベートを充実させて、なるほど、なんとかしているので、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日はどんな時間になったら最高ですか？自分のやることがはっきり見えてきたら嬉しいです。今やることがはっきり見えてないであってます？そうですね、ぼんやりが多いです。ぼんやり、はっきりしてることってどんなことですか？来年も先生を続けるってことははっきりしてるって。どんな風に先生やってるかっていうのははっきり見えてますか？退勤は早めで定時ぐらいで帰れて、子どもたちとはそれなりにやっぱうまく関係は築けててっていうのはなんか見えるかな。なぜ具体的なイメージを沸かせたいんですか？やることがはっきりすると、そこに結構向かっていくことはできるので。どうなりたいんですか将来？将来は、はい、学校の先生から飛び出して他の職業もしたり、いろんな経験を積んでみたいと思ってます。自分がやりたいことは、学校の先生を続けたままではやれないで、やってる？そうですね、やってます。どんなことをやりたい？どんなことをやりたい、うん、時間に縛られないで働いてみたい。理想のその働き方をしてる人とか、こういう職業とかモデルみたいのはありますか？もうそれはドラゴン先生もそうですし、会ったことないですけどルフィ先生もそうですし、安定した収入はありつつ、自分の時間をうまく使って稼いでる方、いいなって思います。じゃあそうなるために、例えばドラゴン先生になるために必要なことってどんなことだと思いますか？家族のまず信用を取らなきゃなと思ってます。家族の信用が取れてないんじゃないかと思ってる？はい。おお、そこの音が一番強い取れてないと思ってるが強いんですよ。それはなぜ取れてないなって感じるんですか？一回学校の先生辞めたいっていう話を、辞めるって話をした時に、いやまだそうじゃないって言ってもらったので、まだ違うんだなと。家族としては先生辞めて稼げるだけの体力というか、それが積まれてないんだなっていうふうに思ったので、あなたならできるってやっぱ言ってもらいたいし、言われて始めたいしっていうのがあるので、それは信用してないわよとか、あなたできないわよと言われたわけでもない。無理でしょうと言われました。言われてる言われてんな、はい、無理でしょうって、はい、あなたじゃ無理でしょうと奥様に言っていただいたと。言っていただいてます。何をもって無理だって思ってると思いますか？奨学金がまだ残ってるっていうのと、あとまあそれと普段の家族への貢献かな貢献が足りないのかな。足りないかなっていうのは、やれることはやってるだと思ってるんですけど、そこじゃないのかなっていう。家事とか育児もできることはやってるんですけど、求められてるところに合ってないのかなっていう。求められてるものって何ですか？何なんでしょうね。家族を優先することなのか、なんかもっと落ち着いてほしいのか。聞いたことある？奥さんに。ないです。え、ない？そういえばないですね。え、手探りでやってますね。手探り？コーチング学んでるんですよね。はい。奥さんにコーチングしないんですか？何回か試したら、はい、なんでそんな質問するのって言われて、で終わっちゃいました。コーチングって難しいんですよ。特に親族や、はいはい、まあ、友達とか同僚とか近しい人間ほど難しいんですよ。ジャッジが入るから。それはお互いんですか？特に向こうっていうよりも、こちらがコーチ側が相手に対してどうせこう言うだろうなとか、もっとこうすべきだろうみたいなのが入っちゃうわけ、はい、コーチングするときには見ず知らずの人の方がやりやすい。でも逆に言うと、家族にできるということはノージャッジ、つまりジャッジせずに話を自然と聞けるっていうわけじゃん。試すってちゃんと言いました？実は今コーチングっていうものを習っていて、ぜひコーチング10分でもいいから受けてほしいんだけど、いい？ってお願いした。
いや、言ったことないです、ね、はい、なんで質問すんのって言われた時になんて返してるかっていうと、ごめんとか別に大丈夫だからみたいなことを言ってると、それは続かないよね。まさにそうです。一時が万事だから、はい、まずね、前提を共有するってことをコミュニケーションでした方がいいじゃない。うん、前提で何かというと、うん、奥さんはコーチングをやってることは知ってる。知ってます。例えばね、今日こんなことを学んだんだっていう、普段学んだこととかはアウトプットはあんまりしてないです。してない。まずね、はい、してないよね。してないから前提がない中、いきなし質問されるわけよ。それって怖くない？確かに。その辺歩いとって、あのすいません、ちょっと一つ質問させてもらってもいいですかって言われても、なんかえどういう人ってなるじゃん。それぐらいコミュニケーションにおいて、実は私こういうものですけど、今こういうことやってるんです、街頭インタビューやってて、ぜひ質問させてもらいたいんですけど、質問はこの内容なんですけどいいですかって言われればいいですよって言うじゃん。前提なしでいきなし行きゃ、それはは何ってなることない？っていうことを人生でもやってきたんじゃないかなと、むしろやってきてなかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、聞いてみて感じることある？その前提吹っ飛ばして急に質問とかっていうのはよくやってたなって。よくやってた。今聞いて思い出した。ああ、それはなぜか分かる。伝わってるもんだと思ってるから。いい言葉ですね。伝わってるもんだと思ってるから、独立したいんだって言ったら、え無理でしょってなるんです。なぜなら伝わってないんです。もっと言うと伝える気持ちがないわけだから、奥さんにも子供にも生徒にも伝わらないんです。前提がないんだから。だから例えば学級経営もうまく子供とコミュニケーションが取れないわけ。なぜならこちらの前提を伝えないから。俺さ、このクラスこういうクラスになったらいいなと思ってるんだって4月の頭に宣言する。これに関しては先生は許さんよ、これも宣言する。つどつど宣言を確認していく。4月の初めに言ったと思うんだけど、こうなんだよね。そうやって前提を確認していくと、子供たちのコミュニケーションや当然パートナーシップ、これコミュニケーション全部に前提を確認するってことはめちゃくちゃ大事になるんだけど、これを怠ってるんだろうな、そして今までの人生怠ってきたんじゃないかなと俺は思うんだけど、辛口にあえて言わせてもらいますけど、これ聞いてどう感じますか？えぐられてる感じがします。かなり思い当たることはあります。これをえぐられてると感じるという時に大事にした方がいいマインドセットって何ですか？自分は何だったらちょっとダメだ、なんでこれができてなかったんだって言った時のマインドセットっていうのはたった一つなんです。伸びしろ半端ないです。つまり前提が全然これまでできてなかった、だけどこれからはちょっといいって言って、今こういう状況でこれをやりたいからちょっと時間作ってほしいんだけどいいって奥さんに言ったり、子供たちにも今ちょっと聞いてって、今こういう状況だから先生こうしていきたいんだけど聞いてもらっていいかなっていう、この前提をやっていくだけでコミュニケーションが変わると。今までは、は無理とか、えなんで質問してんのっていう現実を作り出してたのは自分、そしてこれからはそこからいいよっていう現実もやってくるわけ。いいよと言ってからスタートしないとコーチングにならないよね。だってコーチングで一番初めに大事なのは信頼関係、ラポールでしょ、はい、気づけてないじゃん、前提がないんだから。この人は急に何を言い出すんだろうじゃん。そう、それは言われます。コミュニケーションで言えば前提が大事なんです。なんで伝えてこなかったんだろうな、なんで伝えてこなかったんだろうね、相手に頼ってきたんだろうなっていう、察してよみたいなね、はいはい、それって一方で大事なんだよね。全て言っちゃダメなんだよ。全てあれやってこれやってどれやってそれやってって言ったら子供たちは成長しないじゃん。まず前提を作って、例えばコーチングでもそうだけど、俺って初めにこうやってやるんだよっていうお手本じゃないけど、ある一人の人をやってこれを皆さんやってくださいねって言うじゃんか。だけどはいやってっていうのと一緒、成長するよ、でも置いていくぶりくらう子もいっぱいいるじゃん、はい、まずやってみるとか前提作るとか、この習慣ができるだけでめちゃめちゃ現実が変わると俺は思う。いつもなんか前提を作るための言葉とかアクションを常にやってほしいなと思って、例えば僕コーチングのスタートで大体今回もそうだったけど、スタートなんていうかっていうと、どんな時間になったら最高って聞くわけ。これ前提なの。最高な時間にしようねっていうのが前提で作られるじゃん。だから最高な状態を作るわけよ。前提を確認するっていう行動をとってほしいね。前提をすっ飛ばしてこれまでの人生生きてきたわけだから、新しい行動を入れるから、そのために何かフックがいるのよ。例えば朝4時半に起きるとしたら、アラームを4時15分にかけるっていうのがフックになるよね、はい、何かしらやってで、その行動を起こすためのフック、これをねかけたい。前提がなかった頃は多分思ったことパッと言ってると思うんだけど、じゃなくって1個フックを入れてほしいんだけど、何フック入れたら前提の確認から入れるかな。聞いてもらっていいとか、ああ今話して大丈夫とか、今話して大丈夫、それは
今までやってない、やったりやんなかったり、これ必ず言うようにしようか。今大丈夫でもいいんだけど、あのさーでもフックになる人いるし、俺のコーチングが入る時のフックがこの時間どんな時間になったら嬉しいとか、この時間どんな時間になったら最高がフックなんですよ。そこがもうコーチングモードスタートで、やはりコンサルティングモードのスタート。大体今日はどんな相談したいですかって聞くところを、俺はどんな時間になったら最高って、そこで最高の時間にするぞというフック、自分のにもなってるから、それに近い言葉っていうか、これから始めるみたいな、それを決めるといいと思います。それがおはようから始まるかもしれないし、一つだけ言ってもいいっていう言葉かもしれないけど、多分行動や言葉がいいなと思うんだけど、それピンとくるのある、うん、奥さんであれば、うん、今ちょっといいっていうのかな、ラスだったら話聞いてもらっていいかなっていう感じで言いますかね、うん、今ちょっといいって奥さんに普段言ってる？言ってないですね。じゃあいいと思う。必ず奥さんに話しかけるときには、今ちょっといい、この言葉一つでコミュニケーションが変わったら、本来出会うはずのなかったそこで終わった縁が来るかもしれない。僕のこれから紡いできた縁っていうのは、ほんの少しのボタンのちょっとかけただけなんだよね。沖縄に行って講演会をやった、だからなぜか某有名なチャンネルに出れるようになった。でもなぜですかっていうと、そこでしっかりとコミュニケーションを取ったからなんだ。だって人と人としかつなげるものってないから、ゲストスピーカーに来てくれた方がドローン先生だったら面白いなと思ってつないでくれるわけだけど、スタートとなるきっかけで森山さんはつまずいてるわけ。新たに起こるであろう縁が全部そこで切られちゃってるわけ。あのわらしべ長者みたいな感じだけど、一、はい、人目で断られてるのよ。その辺の糸くずが本当はベンツになって帰ってくるかもしれなかったのに、糸くずは糸くずのままで終わっちゃってるわけ。やっぱね、人の縁ってめちゃくちゃ大事で、僕はそれによってこう紡がれてきて今ここにいるから、もしモデリングしてくれるんだったら、前提条件で今いい、もうこの4文字でもいい。ここであとアレンジしていく、今ちょっといいでもいいし、みんなちょっと話聞いてもらっていいでもいいし、今大丈夫かなでもいいし、 DM 送る時もドラゴン先生今大丈夫ですか、俺いいよっていうね、今いいっていうのを聞いてみてどうでしょうか。あ、全然言えるなっていう、4文字だもんね、4文字ですから言えるだけで、その縁が紡がれてくだったら、うん、全然言っていきたいです、言います、うん、はい、それをコミュニケーションのスタートで必ず言う。人生が変わる4文字になる可能性があるわけだから、ぜひですね、今いい、アレンジしていいので、これを使ってみてほしいなと思います。そうすれば人生何が起こるか分かんないけど、縁が紡がれていくなって感じました、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。全く思ってもみなかったところに着地したので、うんうんうん、お話しさせていただいてよかったなと思ってます。4文字を4文字をアレンジもして、はいはい、ちゃんとやっていきます、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。